皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論ブース世界第一東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは人工涙液です。皆様に大人気の目薬の解説シリーズです。本日はいよいよ人工涙液のお話をさせていただきたいと思います。皆さん、人工涙液は1日に何回刺しても何十回刺してもいいというふうに思っていませんか？ブブー、そんなことはないんです。刺しすぎるとかえって涙の大切な栄養成分が流れていってしまうということが分かっています。詳しくはこの動画をぜひ最後までご覧ください。そして本日の動画がためになったと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、人工涙液について詳しく見ていきましょう。人工涙液とは、目の乾きや異物感などの不快な症状を改善する目薬ですね。この目薬の主成分は、塩化カリウムや塩化ナトリウムといったような、主に生理食塩水なんです。なので人工涙液といっても、人工の涙、つまり涙にすごくそっくりな目薬というわけではないんですよ。つまりメーカーによっては潤い成分が入っている場合もありますが、人工涙液は決して涙ではないんです。いわゆる生理食塩水の一種と考えてくださいね。そして防腐剤が入っているものと入っていないものがあります。用法用量、これがものすごく大事なんですが、1回に2滴から3滴というふうに書いてあるものが多くて、1日に5回から6回までなんですよ。なので何回刺してもいい、何十回刺してもいいというのは大間違いなんです。花粉症で花粉を洗い流すですとか、ゴミが入った時にゴミを洗い流す、そういった目的で使う時にはもちろんジャブジャブ使ってもいいんですけれども、目薬としてドライアイや乾き目、そういったものに対してちょっと潤いが欲しいなという時に刺すのは、1日にせいぜい5回か6回までっていうふうに考えて、用法用量をきっちり守ってくださいね。詳しくは主治医の眼科の先生にもお尋ねください。では皆さん、本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。